でさ、昨日サラヒまでの収録だったわけで、なんかサラ社長とねご飯終わったら行こうってなって、でサラ社長はあの違う収録がねちょっとだけあるから、なんかその間暇ではね時間を潰してたのよ。でさ、こないだね、あのおじさんとおばさんに会って、パッパの弟ね会ってね、すごいプレゼントもらっちゃったの。なんかお祝い、おな、なんかお祝いにっていうのでしかもなんかお祝いっていうのが久しぶりに会えたお祝いっていうね、なんか謎のお祝いをもらって、そう、なんかこれお返しすっぺーと思って、あのサラ社長待ってる間ね、久しぶりにね伊勢丹に行ったのよ。でおじさまとおばさんが喜ぶものってなんだってなった時に、エルメスだべーってなってエルメス行ったの。入ったことなかったんだけど一回も入ったことなかったんだけど、エルメスだべーって言ってエルメス入ってさ、でなんかエルメスというね場所にね初めて入ったのよ価格帯も知らないんだけど、で入って、でなんかすごいね、あのもう一人一人その案内の人をつけるから、その人の手が空くまでなんか待機列みたいなの待って、で入ったの。したらあのその日のねひまりのね服装なんだけど、なんかもう5年ぐらい着てるせいでちょっと袖が擦り切れてるデニムジャケットと、中はあのカニがね美味しそうにご飯を頬張ってるカニって書いてあるスウェットで黒いズボンって言ったんだけど、もうあのお察しの通りなんですけど、行ったらさ、まああの思いつきで入っちゃったからね、まあまあまあって感じなんだけど、もうなんかあの店員さんがさ、もうあの入った瞬間からあみたいな感じで、えみたいな感じだったんだけど、あのプレゼント買いたくてみたいな、でちょっとカバンとかないのって聞いたら、まあ、あのカバンとかありませんかって聞いたら、あの1個だけありますって言われて、なんか黄色いトートバッグ40万円だったいや無理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 ってなってしかもなんか布なのよ、布の黄色いトートバッグが40万円ってなって、おーみたいな、おーすごいねーってなって、いやちょっとこれはイメージには合わないかなって言って返して、で、あのお財布とかってありますって聞いて、あ、そう、それ以外にカバンありますって聞いたら、カバンはもうこれしかないですって言われて、でもね、なんか店内になんかあのバーキンとかいろんなの飾ってあるわけ、なんか有名なカバンがね、もしかしたらディスプレイ用なのかもしれないんだけど、えみたいな、なんかいっぱいカバン飾っておるんですけどねみたいな感じで待って、あーまあそうなんですかって待って、で、あ、じゃあお財布とかって言ったら、あのお財布は当店に今一点も在庫がございませんって言われて、え、じゃあ何売ってんだろうって思って、この並んでる人たちは何を買いに来てるんだろうエルメスにって思ってで、じゃあ何が売ってるんですかねって言って、プレゼントにおすすめなのって何かありますかって言ったら、あの馬のキーホルダーが出てきて、こちらとかいかがですかって言われて、馬のキーホルダーおばちゃんいるかなって思って、なんか
同じのなんかマザー牧場とかに売ってないかなみたいな。わかんない、なんかもしかしたら定番のすごいいいやつだったのかもしれないんだけど、あのなんかひまひまちょっとね、千葉県の民だからマザー牧場にこういうの売ってたなって思って懐かしい気持ちになったわけで。まあ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 、エルメスとかね、コーチはもともとお馬さんのね、そういう器具を作ってたお店だから、まあお馬さんなんだろうなって思って、ふーんってなって、でなんかね、あの出てくるものね、あの値段がないのよ。聞かないといけないんだけどさ、毎回これいくらって聞くのがさ、なんか雰囲気的でなんかあれな感じで、なんか空気の読み合いの能力バトルみたいになってきて。ねえ、まあ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 、なんか もしやあれだったらなんかと思って、とりあえずこれは聞こうと思って、いくらですかって聞いたら12万ですって言われて、キーホルダーに12万、また来ますって言って、また来ますって言って、さささささささって逃げてきた。